こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッションパンデイロ編。この動画ではパンデイロでサンバのグルーブ、特にバツカーダの叩き方について解説します。バツカーダという言葉を聞き慣れない方いらっしゃるかもしれません。バツカーダというのは、カーニバル、パレードとかでパーカッションが大勢でダガシタ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 とこう、2拍子で演奏するグルーブのことです。僕が口で説明するよりもですね、百聞は一見なので、YouTube でバツカーダと検索して見てみてください。見たら、これかっていうのがわかると思います。特に我々日本人が聞いたらですね、ブラジルらしい、サンバらしいグルーブだなと思うと思います。その印象の通りですね、バツカーダっていうのは、特にサンバの中でも、基本となる、土台となるリズムなので、これがわかっていると、後々、応用発展させていろんなリズムにすることができますので、ぜひこの動画でバツカーダマスターしてください。はい、では早速やっていきましょう。まずパンデイロですね、基本のリズムの刻み方、親指側から刻みます。 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4。 これができましたら次は 1,2,3,4,4 にアクセント、 1,2,3,4。ちょっとパンデイロを回転させて煽ってあげて、4を強調。1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4。では次は、1,2,3,4 を一つのサイクルとして、そのサイクルの2回に1回、このベーストーンを加えます。ベースを入れるのは2回目の1の位置です。1,2,3,4,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 
テキシテ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 テ手のポジションは基本ずっと一緒です。ただ途中でベーストーンを入れますので、できたらこのベーストーンを叩く直前に、ワン、ツー、スリー、フォーの時にこう振りかぶって、ベースを叩く準備の構えをしてあげると、次のタイミング、ワンでしっかりとしたベースが入れられます。ワン、ツー、スリー、フォーで振りかぶって、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーで振りかぶって、ワン、ツー、スリー、フォー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 、では次は1、2、3、4の1に毎回ベーストーンを入れてみます。せーの、1、2、3、4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 、これだとあんまり2拍子感がないので、前半の1の方のベースはこうグッと押さえてミュートした音にします。で、後半の1のベースは離してオープンなベースの音にします。ゆっくりやると、
このベースの音がグッパー、グッパー、グッパーみたいにキャッチ&リリースみたいになりますと、ブラジルのですね、大太鼓、スルドの、イメージに近いですね。グッドーン、グッドーン、グッドーン、グッドーン。今分かりやすくするために僕結構この持っている親指を押さえたり離したりしてますけれども、このオープンのベースの音が出れば、まあ少し浮かせてるぐらいで本来は大丈夫です。こんな感じです。はい、リズムの乗り方としてはやっぱりカーニバルで行進したりダンスしたりする時のグルーブなので、慣れてきた人はですね、足で1212とこう足踏みをしながら叩くと、このノリの感じが分かりやすいのではないかと思います。では次はスラップを交えたパターンも練習してみましょう。今までやっていた手順 1,2,3,4,1,2,3,4 の4の位置に毎回スラップを入れます。ゆっくりやると 1,2,3,4,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 
叩くポジションはスラップの時だけ少し手が内側に入りますので、ワン、ツー、スリー、フォーと内側に入って、またワンで戻る、ワン、ツー、スリー、フォー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 。さっきと同様にワンでベースを入れますので、4スラップを打った後に振りかぶって1のベースの準備をしてあげるとスムーズに叩けます。1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4。慣れないうちはですね、ベースを叩かずに1,2,3,4,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 
その際、少しパンデールを回転させてあげると、多分やりやすいですね。ワン、ツー、ティー、フォー、ワン、ツー、ティー、フォー、ワン、ツー、ティー、フォー、ティー、フォー。豆知識程度に知っていてほしいんですけれども、こうしたブラジルとかラテン、あとはですね、リズムがすごいバキバキと出ているような音楽では、大事な音の直前をあえてつくことで、その次の大事な音の輪郭をはっきりと出すっていう特徴があります。この場合だったら、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4と、まあ、4をつくことで次の1っていうのをですね、確固たるものにしているというか、こう強いリズム、強いグルーヴを出すのに貢献しているわけです。1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1って。まあ音楽を進める強い推進力になっているわけですね。では最後にスラップを交えたバツカードのパターンを一緒に練習して終わりましょう。これぐらいで、1, 2, 1, 2, せーの。
はい、というわけで今回はサンバのグルーヴ、バツカーダの叩き方について解説しました。まあ今まですごく地味なですね、基礎を積み重ねてきたんですけれども、まあここまでできるようになったらだいぶ楽しくなってきたんじゃないかと思います。それではこんな感じで、パーカッションのレッスンや情報発信をしていますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。